ふとしりゅうじは、徳島県阿南市鴨町にある高野山真言宗の、寺院。三号は、写真山、陰号は上住院と号する。四国八十八箇所霊状の第二十一番札所。淡地武官論霊状の第十番札所。本尊は、国蔵菩薩。本尊真言、の某は華社キャラバヤオナリ、キャマリボリソアカゴエイカ。 大野龍の常に住むぞやげに岩屋写真文字は守護のため、なり、農教院、当時本尊、写真、学求む文字大師大指導への参道、大野龍寺山未線の山頂近くに位置し、本堂は標高505メートル付近で88箇所で6番目の高さにあり、大指導は五秒の橋、拝殿、五秒が並び高の山奥の院と同じ配列になっていて、その大伽藍は、 西の高野と称され、穴室と歴史文化道の指定、と、福島八十八系の選定を受けている。阿波では、一に、焼山、二におつる、三に、大野竜と称され、変所がしと呼ばれる難所の一つである。空海の二十四歳での著作である三教ゆびきの、序文に、阿国大滝学に、近年数と記されており、大滝学は、現在の大流寺さんであると考えられている。 19歳で都の大学での学問に見切りをつけて修行に入った空海が現在の境内の600メートルほど西にある写真、学の眼上で100日間の国造休門時報を修士したとされる。3号はその写真学から寺名は修行中の空海を守護した大流にちなんでいる。延暦十二年に漢武天皇の直眼によって阿波の国士、藤原文さんが伽藍を建立。 同等が建立され、空海が国造母雪像などを刻み安置したと伝えられている。天朝2年、淳羅天皇が治療を起信、家宝2年には白川上皇の命により当時の長典が再興した。皇室や武家からの信仰が厚くで勢は栄えたが、天正年間に長我壁元地下の陛下によって消失し、衰退、その後も復興と後輩を繰り返すが、 徳島藩主八須家の保護によって再建される。戦後は山中の山寺ゆえに困窮の時代を迎え、竜の岩屋を失い、さらに昭和34年には三重島を失ったが、1992年に大野隆寺、ロープウェイが運行するようになり車利用者でも約30分坂道を歩かないと行きつけない難所で、あったが容易に参拝できるようになり、変度ブームの到来もあって、 旧政時を迎えた。2011年7月の台風6号により、樹齢400年に及ぶ、杉の先端およそ15メートルが折れて、本堂の屋根を突き破ったが数年後に復旧した。また、大師堂もその後の台風で損傷していたが2018年には、復旧している。山門から長い山道を進むと右側に、六角鏡像、ごま堂、自物堂、農協所があり、 この先の石段を登っていく。石段の途中に、主楼門が設けられている。登り詰めて、左に進むと奥に本堂が立ち、その左後ろに、旧門寺堂がある。本堂とは逆の右に進むと橋を渡った先に、大師堂拝殿がある。履物を脱いで拝殿回路を回り込んで、拝殿裏に行くと、大師堂殿がある。他方塔は、本堂と大師堂の間の丘の上に立つ。 なお、ロープウェイ利用の場合は、山頂駅舎出口の前の石段を上り詰めると、本堂の正面に出る。国の史跡国の登録有形文化財圏の史跡、南写真が、額の九宝大志蔵北写真が、額の誇ら鉄道バス道路。ありがとうございます。